What's up, everybody? ジョースです。今日はね、また前回の動画の続きというかね、久しぶりに俺のチャンネルで対談をさせていただいたということで、石川直樹さんと対談する動画、3部作の最後になるんかな。めちゃくちゃ内容の濃い話、今回も話してるんで、ちょっと俺の前置きはもう置いといてね、早速対談の内容の方に移ってみようぜ。レッツゴー。はい、ということで今回もスペシャルゲスト石川直樹さんお招きさせていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、直樹さんの話めちゃくちゃ面白いです。そうですかね。そのテンション違うけど大丈夫ですか。いや、めちゃくちゃそのテンションの違いが面白いです。あ、そうですか。ということで直樹さん、今回はですね、今回多分最後になるんですけど、うん、また僕のその死ぬまでにしたいことと重ねて、うん、もうすでに直樹さんが、いろんな活動する中で達成してらっしゃることを深掘りしながら、僕の夢も膨らませたいなということで、うん、今回お伺いしたいのは、うん、北極っていうところと南極っていうところについてちょっとお伺いしたいと思います。うん、で、まあ、あのなかなかね、普通の方って触れる機会がないというか、聞いたことあるけど、うん、あんまり知らない、うん、例えば北極って特にその南極大陸みたいに大陸がないじゃないですか。うん、そう、大陸じゃない。だから北極にまず大陸がないやって知らない人もいるし、うん、でその中でもう直樹さんはどっちもちゃんと行かれてると思う、うん、北極の感じと南極の感じをちょっとお伺いできればなと思うんですけど、北極と南極って結構大きく違ってて、はいはい、うん、まあ、地球のてっぺんと地球の下なんですけど、はい、さっきも言ったようにやっぱり大陸は南極は大陸、うん、で北極は海、ほとんど海で、海の上に浮かんでる氷、うん、であと白クマがいるのは北極、白クマいないのは南極、あ、ペンギンがいるのは南極、ペンギンがいないのは北極、あ、全然なんかあの環境的にもちょっと違ってくるんですよ。直樹さんは、うん、どっちの方が滞在期間長いんですか。どっちだろう。南極は結構2ヶ月半ぐらいいた、うん、北極は断続的に何度も行ってるから、ね、北極だけの本とかも出されてますよね。そうそうですね。で、僕がその南極に行きたいっていう夢じゃなくて、その、うん、南極マラソンに出たいっていう、まあ、皆さんには伝えてますけど、うん、その1週間で250キロ走りきるみたいな、うん、そのために砂漠のマラソン2つクリアして再来年行くんやみたいな夢があって、うん、で僕は直樹さんの本を読んで、うん、その南極に行かれたプラスビンソンマシフっていうその山にも登られてる、うん、だから僕が南極でやりたいことをもうめちゃくちゃ叶えられていらっしゃって、うん、その南極って実際どんなとこなんかなみたいな、音が全然ないとかっておっしゃってたりしたので、うん、実際行かれてみて、行かれる前のイメージと行ってみて、うんうん、南極ってこんな場所やったなみたいなのがあればちょっとお伺いできればなと思うんですけど、うん、南極はだって12月とか1月とか2月の日本の真冬じゃないとほとんど行けないっていうか、はい、そう日本の真冬は、まあ、南極だと南半球だから真夏、はいはい、あ、そうか、うん、12、1、2、2月が真夏なんですね、うん、真夏、はいはいはい、で南極に冬行っちゃったら、はいはい、もう真っ暗であの日もほとんど上がんないし、あ、そうか、うん、まあ行ってもいいけど真っ暗です。真っ暗とは言わないけど、ほとんど日が昇らないし、もう寒いどころじゃないし、あ、そうなんですか。だから南極のシーズンっていうのは12月、1月、まあ2月ぐらい、あ、だからマラソン行われるのも多分その時期だと思うんですけど、12月でしたね、確かに。そうですよね、はいはいはい、でその時期に行けばずっと今度は白夜って言って、はいはい、でいつも明るいわけですね。それ体験してみたいんですよね。いや、でも眠れないですよ。やっぱ眠れないんですか。ずっと本当に明るい、ずっと本当に明るくて、太陽もうテントって明るい色のテントばっかりだから、はいはい、ずっとなんかもう時間も狂っちゃうし、なんか僕アイスランドに行った時に、うん、あのそこまでのバキュアじゃないんですけど、うん、なんか10時とか11時ぐらいまで明るかったみたいな経験はあるんですけど、うん、そう、夜中までずっと明るかったみたいな経験はなくて、うん、あ、もう南極はもうずっと明るい、だからもう時計見ながら時間を合わせるしかないし、はい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 、はい、でまあビンソンマシフっていうのは南極大陸の中でも一番高い山なんだけど、そうですね、うん、南極はだからもともと大陸だからどこも標高高いんですよ、 2000m とかこうあったりして、うん、だからちょっとそれで寒い、北極よりも、北極よりも寒い、時は寒いんですよ、ね、何度ぐらいなんですか。
いやでもね、その場所によって全然違うんですよ。南極って一概に言っても海沿いの方は結構暖かくて、南極半島の方とかは雨が降ったりもするし。あ、そうなんですか。雪じゃなくて、だから一概に言えない。一番内陸の例えば昭和基地とかがあるところはめっちゃ寒いし、はいはい、南極点もすごい寒いし。寒いっていうのはどれぐらいなんですか。どれぐらいだろうね。マイナス40度とか。いやまあ風が吹けば体感でそのぐらいはなるかもしれないけど、常時40ってことはないと思うんですね。はいはいはい。そのビンソンマシはさらに標高が高いから寒さは寒い。4800m でしょ。ぐらいです、ね。でも登るのはそんな難しくない。あ、難しくないです。うん、普通にこう行けば。いやちょっと直樹さんのはね、言葉に説得力がないですね。逆にそのめちゃくちゃ登ってきたんで。あ、でもエベレストに登られる前に行ったんでしたっけ。登る前に行ってきました。登る前に行って、うん、で世界7大陸、うん、山があるじゃないですか、うん、その中でも一番ぐらい楽やったさ、ビンソンマシュフ。一番、まあ、キリマンジャロとか一番楽だけど、ね、ビンソンマシュフは本当にただ歩いていけば着く。それはなんか登山ルートになってるっていう、まあ一番あの行きやすいルートを使えば、そんな難しいところもないし、はいはいはい、ただ標高が高くてむっちゃ寒いっていう、だから行ったらマラソンと一緒にサクッとこう、サクッとこう、でも直樹さんもそんな感じだったんですもんね。北極から南極まで行くという、うん、ポールとポールというプロジェクトで行かれ て、うん、てで南極1年間かけてその南極たどり着いて、うん、でその世界中から集まったメンバーと、うん、終わったねと、うん、南極点解散まで行って、ね、南極まで行って、うん、ここで行ってゴール解散ってなって、直樹さんは別に日本帰ってよかったんやけど、南極でせっかく来たんやから、うん、ビンソンマシュぐらい行っとこうかなみたいな感じで行かれたんですか。南極は本当に行きにくいんですよ、はいはいはい、今もっとね行きに費用がかかるようになって。高いですよね。そうそう、アルゼンチンから行かれたんですか。そう、プンタアレナスだから、まあ、チリ。あ、チリから行かれた、うん、そうですね。でもむっちゃとにかく費用が高いんで、はいはい、あの一回どっかに戻っちゃったらまた来るのが大変だから、もうやりたいこと全部ちゃんとやってから帰ろうと思って、南極点の後にビンソンマシュフに飛ばさせてもらって、はいはい、まあ登ったんですけど、うんうんうん、だからあのもう行きにくいからやること全部やっちゃった方がいいですね。マラソンで行ったらもう南極なんかはね、また何度も来れるとこじゃないから。そうですよね。ビンソン行けたらいいですよね、はいはい、北極はどうなんですか。北極は実はその北極って言ったってアラスカの北極だとかシベリアとか、うん、ノルウェーとか、うん、いろんなところにかかってて、はい、あの北極にさえ行きたい、行ければいいってことだったらいろんな行き方がすごい簡単に行けちゃう。そうですね。うんうん、アラスカでも行けちゃいます、ね、アラスカからも行けるし、アカルナもあるし、うん、でセスナに乗ってビューって行ける、はい、グリーンランドだってデンマークからビューって行けるし、うんうん、だから村とかがあって楽しいのは北極。ああやっぱり、うん、あそうか、いろんな文化があるですもんね、うん、南極は大自然。なんかその北極とか南極でじゃあなんか今までの冒険、他の冒険みたいにめっちゃ危険な目にあったみたいのは特にないんですか。うん、まあ白熊に1ヶ月の間7回ぐらいあって、その時はちょっと震えたこともあったけどあのそのポールトゥポールって北極から南極の旅の時に、はいはい、まあ、北極をスキーでずっと歩いてて、はいはいはい、まあ熊が結構来て、僕は銃のライセンスもないし銃持ってないけど仲間が持ってて、はい、近づいてきた時に、まあ、2メートル3メートルぐらいまで近づいてきた時にめちゃくちゃ近いです。めちゃくちゃ近い。それで銃を空に向かってボーンって言って大きな音を出して白熊を逃がしたりとか。へえ、でかかったんですか。いや、むっちゃでかいっすね。でかいな。立ち上がったりしたら半端ないっすよね。あ、そうなんですね。うん、それは本当怖かったっす。あ、うん、北極から北米、中米、南米を取って南極点までで、すげえもう楽しくて毎日。ああ、まあ若かったっていうのもあるんですよね。あるし。まあでも、その北極のね、今のお話とか南極のお話とかも普通の人は体験できないんで、うん、あのまあ、僕自身もまだその大陸で唯一南極には行けてないんで、うん、やっぱ何かのタイミングで南極に行って、かつ直樹さんもやられてるようなビンソンマシュフにも行って、うん、あとは直樹さんもやられてないような南極マラソンにも挑戦してっていうのも必ず叶えたいなと思いますので、うんうん、そうですね、南極マラソンとか出たらいろいろ話を伺いたいです。ですよね。
行きましょう一緒に。いや俺も行きたいけどね、南極また、うん、南極2回行ってるんだけど、あと1回行ってちゃんと写真撮れば本になるかなと思ってて、はいはい、夢ではあるんですけど。あ、じゃあまだ南極だけの写真集は出されてないっていう、うん、そうですね、北極だけの本とか、うん、まあ、写真もあるじゃないですか、うん、じゃあぜひご一緒に。いや、まあ、2年後に。いや本当行きたい。体力だってまだめちゃくちゃありますもんね。まあマラソンどうか分かんないけど、でも南極は前のめりに行きたいです、はい、あ、そうなんですね、うんうん、であの直樹さんは未だに現役なので、今年本当は K2 っていうパキスタンのところにあるすごい山に挑戦される予定だったんですけど、コロナで1回中止となってしまったんで、それはまた来年とかやれるんですかね、うん、来年行きたいなと思ってます。そうですよね、はい、今後の、まあ、直樹さんのその挑戦、いろんな冒険をされてきた直樹さんが今思ってる、うん、まあ、最終的に自分はこれ行けたらもう満足やなっていうところを最後にお伺いできればなと思うんですけど、いやでもそれこそバケットリストじゃないですけど、はい、僕はあの宇宙にとっても行きたいんですよ。火星に標高3万メートルの山があって、うん、あ、なんか聞いたことありますね、オリンポス、オリンポス、うん、はいはい、エベレストが8800メートル、はいはい、火星のそのオリンポス3万メートル、はい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 、エベレストが3つ分で、まあ登れないにせよ、麓から見てみたいなみたいな、どんだけでかいのって確かに、エベレストだけでもとか K2 だけでもものすごいでかーみたいになるのに、エベレストやっぱなるんですか、でかーって。いやなるなる、でっか、これ登れんのかなぐらいに見上げてる山なのに、はいはいはい、それの3倍以上って確かに。どんな見上げ方になるのみたいな。あ、いやそれいいですね、具体的で。じゃあ本当はできれば宇宙に行きたいんだとかだけじゃなくて、うん、火星の中に入って、うん、オリンポスターを見たいと。見たい。っていうか、まあ、できれば最高の願望としては登りたいけど。登りたい。うわー、かっこいいですね、うん。だから宇宙飛行士のこの間募集があって、これさっきお話ししてて面白かった。本気で考えて。んですけど、ちょっとなんか理系の大学院出てなきゃいけないっていろいろあるんで、はい、でもまだ夢は捨ててないぞ。いや面白いっすよね。いやいや、でもね、本当に直樹さんいろんな話をもう多分3本ぐらいにかけてあの動画でさせてしていただいて本当にありがとうございます。こちらこそ本当ありがとうございます。はい、であの何回もねお知らせしますけど、直樹さんまた本が出たりだとかね、はい、いっぱい本が出てますんで、はい、ぜひぜひぜひあの概要欄の方に載せておきますので、はい、ぜひよろしくお願いします。で僕自身は本当にあの雑談でも直樹さんにお伝えしますし、別に動画だからこうやって懐いてるわけではなくて、もう普通に直樹さんとどっかで何か教えていただいたりとか、山を登りに行ったりとか、そういうのをこうご指導いただきたいみたいなのがめちゃくちゃあるんで、はい、本当にこの動画だけじゃなくて、あの引き続きいろんな形で、うん、あのご一緒できたら嬉しいなと思います。そうですね、はい、はい、ぜひよろしくお願いします。本当に直樹さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんどうもありがとうございます。